てて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 てやあ、せつのけいすけだよ。こんなうざい始まり方でごめんなさいね。続きやっていきます。前回ね、この命の重みを感じるようなワッフルを作ってしまいました。これを妖精に食べさせようと思ったのに妖精がいない、そんなところで終わりました。多分寝ればいいけど、その前にちょっとこれ確認しとこう。これ嫁をもらいって感じだったんじゃ。確認してなかったけん、水曜がどんな日なんかをわからんかったんやけど、嫁ってシーシャーのことか。確かに起きた瞬間なんか呼ばれされとったけど、呼ばれっていうかな、横で寝られとったけどシーシャーが嫁な。俺シーシャーのことなんか嫁だと思いたくないんやけど俺次の日は、明日は病気になるん。病気になるんや。ギャンブル中毒か、病気ってだとしたらもう発症気味な気がするけど、大丈夫かな。まあいいや、寝よ。あと3日。チューズデーちゃうちゃちゃサースデーや。いやけどチューズデーってサースデーって続いて寝とけんな。たまにパッと見てさ間違う時あるでしょ。そう思わんか、視聴者さん。俺の気持ち察してくれ。えらい変わっとるやん、部屋。あれ部屋が変わってるわ劇的ビフォーアフター起きてるやん。これベルが見たらどう思う。ベルがデザインしたのにおい、僕がデザインした部屋めちゃくちゃ変えられてる、誰がやったんだよって。ちょっとショック受けるんじゃん、ベル。ショック受けとんじゃん、ベル。これ私のアンジェ、ごきげんよう。いい朝ですのね。お前どうなってる、お前お前幽霊なのかゾンビなのかどっちつかずのような見た目になるんじゃないよ、お前何があったお前。それガーンってなるわ一晩でこの姿になったら。あら、どうしたのですか。どうもこうもないわ、お前。お前ゾンビ嫌いになとんか。幽霊がゾンビになったらもうややこしくてどうなるんだお前アンジェ様、様子が変です。お前らもか。なんなお前らがやったけん、それをさ、気づかんふりしとんか、お前。騙されんぞ、お前。シンシア、どうしたのよ、それ。おかしいわよ。え、おかしいって、何が？何も問題はない。ええ、おかしいことなんて何一つないわ。だってこれが新しい姿ですもの。マジで？お前ゾンビだったのか。幽霊キャラだと思ったのにゾンビだったのか。マジで？マジでらしいよっしゃ、まずはあのさ、自分がデザインした部屋をさ否定されてデザイン一気に変えられてショックを受けているだろう、ベルに話しかけよう。あれ、そうでもなかった意外と気に入っとる様子。あ、オンジェ、おはよう。今日はなんだか暗いよねお前模様替えされとること気づいてないのか。あ、ベル、おはよう。あれ、アンジェ、どうしたの。顔色が悪いけど、どこか具合が良くないの。こいつも気づいてないなベル、うん、なんでもないわ。そうよね、ベルって普段からこんなんだものね。そうか、それならいいんだ。でもアンジェ、もし何かあったらいつでも言ってね。気分が悪いとか頼りになれないかもしれないけど、僕にできることなら何でもするからな。まあベルが頼りないことは分かってるけど。分かったわ。それじゃあ僕向こう行ってるから。すぐに追撃するぜ。はあはあ、ベル、お前ともっと話がしたいぜ。ああベル、どうしたお前お前こっちに来てからお前数秒しか経ってないの。お前その数秒の間に何があったお前。倒れてる。あ、そうかお前、あんなこと言いながら実は悔しかったんやな。一晩でデザイン変えられとることが悔しかったんやな。お前、僕のデザインした部屋があんな姿にクソみたいな感じかお前。あ、アンジェ、あれ僕どうなってるんだ。無意識のうちの行動だった。心の中では悔しかったんだな、お前デザイン変えられたことが。ベルったら、あなた倒れてたのよ。
やっぱり無理してたんでしょう。具合が悪いのはあなたの方じゃないの。やっぱりアンジはアンジだな。ベル、お前優しくされて頬をあくらめるんじゃない。何言ってるのよ。ねえ、私にできることはない？あ、それなら何かしょっぱいものが食べたいな。わかったわ。ベル、しょっぱい経験をした後にしょっぱいものを食べたくなる。しょっぱいものの二重構造である。しょっぱいものなんかあるんこれ。そもそも食べ物がそんなにないのにね。なんかある、なんか妖精の人がなんかしとるなこれ。ポーカーやりませんか？台はこちらですよ。コインガッポガッポですよ。アンジのギャンブル好きを見て、お前何よ、お前ギャンブル開いとんな。お前100も200枚もあっという間ですよ。やめろ、アンジの闘争心が燃える。やるよそりゃ。ポーカーで遊びますか？はい。あ、コインないんじゃ。かけるコイン持てなかった。コインがないわね。まずはコインを調達しなきゃ。どこから？コモさん人から巻き上げるか。去年の今頃だったな。なんか話し始めた。なんか話聞いてよとか言う前に話し始めた。ねえマッシュ、しょっぱいものって持ってるかしら。そしてそれを遮るように自分の要望を言う。プレッツェルならある。本当？よかったらそれ少し譲ってくれないかしら。ただで渡すわけにはいかない。え、それじゃあどうしたらいいのかしら。まさかあんた私に裸になれって言うの？あんたそんな趣味があったの？ちょっと引くわ。そんなことしないわよ絶対。違う、何か面白い話を一つ。そうしたらプレッツェルをやってもいい。お、面白い話？なんなんそれ。アンジの滑らない話を始めろって言うのかお前。本でもいいし話でもいい。俺が面白いと思えるようなもの。わ、わかったわ。すごいハードルの高いものを用意してくれたなお前。ねえ、何か面白い話って知らない？面白い話？あ、それじゃあマッシューが小さい頃の話をしてあげようか。実はマッシューってね、6歳までおねしょが面白くないだそうだから悪いけど今度にするわね。結構面白いと思うんだけどな。はっはっは、全く面白くないぜ。はっはっは。面白い話ですか？なんで話を聞くって出てくるのかな。いや、さらっと話聞けばいいのにさ、わざわざここで出てくるってちょっと怖いぞお前。怪しいからセーブしておくからお前先に。これ聞いたらさ、今夜のうちに死神が迎えに来るとかそういう話じゃないだろうな。大丈夫だろうな。いわくつきじゃないだろうな。学校の階段的な話じゃないだろうな。アンジ様はロンドン橋っていう歌をご存知ですか？ロンドン橋落ちた落ちた落ちたってやつやな。かなり有名なお歌なんですけど。ロンドン橋落ちた落ちた落ちた、ロンドン橋落ちた、私の可愛いお嬢さん。あ、私の可愛いお嬢さんってこんなリズムだったっけ。わからんけどお前、いや、ロンドン橋のことを歌っているだけなのに、どうして突然お嬢さんだなんて出てくるのか。実はこのお嬢さんっていうの、ロンドン橋が落ちないように行方不明にされた人知のことなんです。あ、なんか生贄っていうのは聞いたことあるけど。そうやな、川の神様が怒らないようにな、何入れな、わからんけど、のない無垢な少女を生贄として、それからロンドン橋を歌いながらな、みんなで遊びますよね。あれって最後に誰か一人が両手で囲まれてるんです。つまりそういう遊びやな。とっても面白い話ですよね。お前、起承転結のケツがなかったぞお前。転んだ状態で終わるんじゃないぞお前。最後まで聞かせろお前。イケメンにされた人たちはどんな気持ちだったんでしょうか。
お前、永遠に答えが出んようなクエスチョン投げつけてくるな、お前。生き埋め。死者お前、イケメンされたことがあるような見た目でそれ言われたら怖いぞ、お前。あ、面白いって言うより怖い話ね。というか、グロいよ。というか、グロいから。ああ、こいつらからは完全に面白い話聞けんかった。まさかお前が知っとるとか言うんじゃねえか。お前はいつも通り交換か。まさかとは思うけどさ、前回作ったやつ、こいつに食わせる要因じゃないんか。違ったわ。そういうわけではないらしいな。灰色の小鳥が悲しそうな目でこちらを見ている。哀れんでんじゃないよ。出ていこう。あ、好感度なんかベルントとシンシア一つずつ上がっとんやけど、俺何かしたかな。何もしてないよ。正直何もしてないよ。バーン、よし。コケ、何もなかった。それより俺、お前なんか知っとる話ないんか。お前ねえベル、何か面白い話って知らない？え、面白い話？僕を叩いたらリンリンって音が鳴るよ、ベルだから。なんつって。それはブブーじゃわ。何一つ面白くないからな。何でもない、忘れてください。よかった、いつものベルや。聞かなかったことにしておくわ。なんか光っとんよな、これ。古ぼけた無地の表紙の本がある。ノートかしら？人の名前書いたら死ぬんじゃないのか、その人。大丈夫かな。お、なんかパート1の序盤みたいな BGM 流れ始めたけど。昔々あるところで、美しい少女が森の奥深くへ迷い込む一匹の狼を助けました。狼はその少女の優しさと美しさに一目で惚れ込んでしまい、彼女につきまとうようになりました。ストーカーの話だった。狼のストーカーの話だった。来る日も来る日も姿を変えて、狼は少女のそばで彼女を見つめ続けます。少女ちょっと数日ぐらい経ったらさ、あれ、私なんか視線が集まってるような気がする、気のせいかしらみたいな感じで感じづけ始まるだろう。ある時、ついに彼は彼女に話しかけました。勇気を持った。なんか知らんけど、狼どこで勇気を手に入れたか知らんけど、勇気を持ったらしいぞ。勇敢だな。お嬢さん、もしよかったら私とダンスをしませんか。少女はにっこり笑ってうなずきました。月明かりの下で二人がダンスを踊るうち、次第に少女はこの狼のことが好きになってしまいました。踊ったんかい。まず踊ったんかい。初めて会った狼ってよくダンス踊れたな、この少女。メルヘンだな。しかもそれでさ、踊りよるうちに好きになったって、すげえな、この狼。もうアメリカンドリーム掴んどる。そうしていつしか二人の間には不思議な力を持った子供たちが生まれたのでした。やべえ、この狼見たらさ、ナンパ成功するんじゃないかって自信に満ち溢れてくる自分がおるわ。今気が気の童話かしらね。これちょっと面白いかもしれんで。あ、一個だけだった。なんか二つの光刀剣二つあるんかなと思ったけど、声聞かせばなんとかなるんちゃうんか。そう思うよ、これいけるんちゃん、これセーブしよう。でも時間やけん次回に回すからな。これが大丈夫なんかっていうのは次回に回すからな。よっしゃベル、もう終わりやけんさ、最後ぐらい立って視聴者さんに挨拶しようぜな、ベル。さらに絞り出そうとしてる、お前。さっき滑ったばっかよりさらに絞り出そうとしてるよ。鬼畜やな、アンジェ。何もないけん、もう一回同じ話し始めた。そりゃブブーじゃん、お前。何もお前、一度滑ったやつをもう一度披露したんだな、お前。恥知らずか、お前。忘れれんわ、そんな。よっしゃ。お前、最後ぐらい、
立って挨拶しろ、視聴者さんに。なあ、お前。お前。待て、お前。ちょっと、視聴者さんに挨拶じゃ。ああ、しょうがないな。というわけで、まあ、ベルは、ちょっと、こんな感じでぐったーっとしたんで、このままでさせといてあげてください。というわけで、仕上げ。なんか、アンジュの心の底に眠ってたドエスの心が垣間見えた気がするね。確かに、ベルって、いじられキャラな感じがするし、いじりやすいけど、この二人の掛け合いに今後も期待です。ベル、滑らない話用意しておいてね。